誰もが見たかったこの対戦、木下マイスター東京林雄樹対琉球アスティーダ張本智和の一戦でした。そうですよね、まあ、序盤ですね、やはり張本選手充実ぶりが伺われたんですけども、途中ですね、少し追い上げられた時に自らタイムアウトを取る、まあ、ここから、流れが少し変わってですね、まあ、最後アンラッキーなエッジボールもあったんですけども、やはり最後は振り切ったリン選手が勝ちましたよね。はい、イレブンナイン、リン勝利、張本が今シーズン7連勝でストップ。